松井裕樹、一戦登板しただけで早くも終わる。パドレスの松井裕樹投手が予定されていた25日、日本時間26日のカブス戦の登板を回避することとなった。スポーツ専門サイト、ジアスレチックによると松井は前日24日、同25日に背中を痛めたため、登板の回避を決定。マイク・シルト監督は、状態は良くなってきているが、今後は様子を見てと話しているという。松井はオープン戦初登板となった22日、日本時間23日のドジャース戦で3回に5番手として登板。3者連続空振り三振を奪い、1イニングを無失点に抑えるなど完璧な形でデビューを果たした。リリーバーとしての大きな期待がかかるだけに、状態が心配される。はっ、まだ何もしてないやんけ。怪我するの早すぎやろ。千賀に続いて松井もか。メジャーへ行く日本人投手はほとんど故障してるじゃん。日本ではほとんど怪我がなかったから珍しいな。気候も食べ物も接する人間も習慣も違うから、それは何かしら影響が出るだろう。前回登板で出し切ったんやろ。いい思い出できたな。この前短いイニング投げただけでもう故障かよ。明らかに実戦形式で飛ばしすぎだったよな。新人は調整の仕方わからんくて困るわ。ベテランの藤はそんなことはない。藤波の丈夫さを見習ってほしい。藤波大先生がみんなに怪我しない練習法を教えてやってくれ。他が故障するたびに藤波の頑丈さが際立つ。これで請求さえあればな。山本由伸もすでに100に近い状態に仕上がってて怖いわ。いつも割とスロースターターだよな。絶対不反戦もたんわ。メジャーの滑るボールはあかんな。グリップしようとして怪我するやつを多すぎ。捨て体質の今永がまだ持ってるのが不思議だわ。日本ではダメでもアメリカでは合ってる斎藤隆パターンあるかな。今季日本人全員ヤバそうで草も生えない。期待できそうなのは聖夜ぐらいか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。